言武家座気象文巻陰謀、江戸時代、18世紀後半、メトロポリタン美術肝臓陰謀とは、薬などを携帯するための小さな容器のことを言う。当初は印を入れたことから陰謀と称され、主に携帯用の常備薬入れとして、実用的な道具であったが、後に美術工芸品へと変容した。数える単位は合わせ、または具。多くの陰謀は、 平たい長方形をしており、素材は紙製、木製、または金属製で3段から5段くらいに分割できるようになっている。最も多いのが紙製で和紙と漆を何層にも巻いて固めて本体部分を形成している。これは木製では歪みやひび割れが起きやすく、特に持ち歩く、シン具としては耐久性に問題があるからである。一般的に表面には 漆が塗られ、薪絵、螺鈿、造眼、切り金などが施されたものもあり、この手、着装する場合は、印籠の角段の両脇に紐を通して、印籠の上でおじめで束ねて、紐を着物の帯の裏側に潜らせ、紐の先端についた根付けを帯の上端に引っ掛けて、印籠を腰からぶら下げた。印板を入れる箱としては日本には中国から印板入れがトライしていたが、これは、 食品の入れ物や床の間の棚の置物としても利用される末置式のものであった。一方、印籠は日本で独自に進化した小型の携帯用の容器で主に印板や常備薬を入れていた。灼草往来や日用文化比較の記述から室町時代には日本人が香料や薬、火打ち石などを入れた小さな袋を腰に下げて持ち歩く習慣があったと見られており、 戦国時代には貴重品である薬を数種類、傾向できる頑丈な積み重ねの箱型容器として、陰道が登場した。一方、茶の湯の文化との関連性も指摘されており、茶器の夏目が積み重ねの様式を持つ陰道の名を借りて、薬の携帯容器に発展したものとも考えられている。陰道の登場で、江戸時代の武士や町人には、 印籠で常備薬を傾向する習慣が浸透した。印籠は江戸時代の浮世絵や様々な資料に頻繁に登場し、そこから江戸時代の一時期、印籠が権力や地位を象徴する創進具であったとみられている。テレビドラマ、水戸黄門でも権力のシンボルとして描かれている。また現代の大相撲でも最高位の立行事とその下の三役格行事だけが、 印籠の装備を許されている。しかし次第に印籠の実用的な機能は失われ、江戸時代中期以降は華やかに加食された印籠が登場し、人々の間で流行し始め、ソーシングから愛願品へと変容し、特に幕末から明治に入ると飛躍的に技術が聖地になり、美的要素を押し出した印籠が登場し、完全に美術工芸品として扱われるようになった。海外から 幕末や明治の工芸品を積極的に買い戻している、清水三年坂美術館創設者の村田治女所や、執行工房運流案の創設者の北村達夫も、海外のアンティークショップやオークションでこの時期の引籠に、村田によると1980年代に自身が、コレクションを始めた頃にはすでに夕日は海外に流出しきっており、日本国内には全くと言っていいほど夕日が、 残っていなかったという。また、日本人の生活の西洋化により高度なインローの製作技術は失われていたが、1980年代に北村率いる雲流案が再現に成功し、今日では世界中の富裕層のコレクターに販売している。インローという言葉は、転じて以下の意味にも使われる。ありがとうございます。